はいどうもこんにちは、ゆこるです。最近ね、オールマイトパーティーで裏白を行くのがね流行っていると思うんですが、この環境において僕はとあることを思ったんですよね。やっぱり2階層のルシファー階層がどうしてもクリアできない人が多いと。で、僕気づいたんですよ。あれ、そもそも別にルシファーってパズル教室する必要がないんじゃないかということで、今回は裏修羅の裏技ということで、ルシファーをボコボコにしていきたいと思います。まあそもそも 50% だとかっていう、その結構あの大人の人からのコメントはちょっと一回やめてください。一回子供になってほしい。みんなに俺は言いたいんだよね。今ってやっぱりパズドラってこうガチでやるのが流行ってると思うんだけど、5年前とかに戻るとマックス村井さんが君に落ち込んとか言って落ち込ん呼んで敵倒してうおーってなってたんですよ。そう、そういうゲームなんだよね、このゲームは。 50% なんて 0% あ 100% なんで大丈夫です。はい、やっていきましょう。で、パーティー紹介ですね。オールマイトにダブル、そして、ヌラリシンにミッキーで、キヨに火のシェリングフォード装備、トールにブラキの、ミリオに、シェリングフォードですね。で、お邪魔目覚め洗剤で、ファスカにブラキです。ほとんど昨日の編成と変わってません。今日はまあちょっとね、裏修羅の新しい攻略方法としてこちらをね、紹介していこうと思います。まあこれ結構ね、まあそうですね、知ってる人少ないと思いますが、まあぜひね、この動画でね、あ、こんな方法もあるんだということを理解していただければなと思います。ということで、まずは一旦ね、オールマイトを変身してあげて、スキルダメをしていきます。1ターンだけね、5属性消しでスキルチャージを発動させて、スキルダメをしていきましょう。で、別にね、まあ90コンボぐらい来ない限りはね、多分1体は残ると思うんで、はい。これで1体だけ残して、こんな感じで耐久していきます。で、ここで火のシェリングフォード使いましょう。で、ファスカ使いましょう。で、ここからスキルダメっすね。ちょっとね、数ターンだけスキルダメをします。よいしょ。あ、これ右倒したいな。オッケーオッケー、まだまだ耐久。はい。で、ここでもう1ターン耐久してあげて。オッケー。で、ここでスキチャ決めながら突破していきます。あ、スキチャは別にいいや。普通にコンボしながら突破していきましょう。あ、でも一応これスキルチャージ発動するか。なんかわかんないけど。よいしょ。回復が消されちゃったのか。まあ全然大丈夫です。はい。で、まずこんな感じで耐久して1階層を突破していきます。でね、ここ 50% なんで、いや 50% は 100%。これ弾いたら僕は 100% ってことにします、今日。これやっぱね、裏技っていうのは裏なんで、やっぱ 50% の壁超えるから裏技なんですよね。よっしゃ、100%! で、僕はこれ見てて思ったんですよ。パズルができないみたいなコメントが結構あったんで。あれ、別にパズルする必要ねえんじゃないかということで、僕、すごいことに気づきました。ここで、まずファスカ打つじゃないですか。で、からの、木を打ってあげて、オールマイト打ちます。で、さらに、ここで、トールも打ってあげましょう。これで、これパズルすれば、倒せるんじゃないかということで。これ裏技なんで秘密にしてほしいんですけど、やってみますね。いきます。さあ、しっかりと盤面最大コンボ組んでいきます。でね、これで12コンボ組んであげて、防御ゼロなんで、こんな感じで倒せるんですよ。で、しかも、こうすれば3階層闇目覚めがないから、こいつらも全然怖くない。ちょっとこれマジ、これマジガチじゃないですか。で、これね、しかもね、これ多分マジレスされると思うんですよ。は？ 50% とか、運ゲーじゃねえかよ。外れたらどうすんだよって思うかもしんないんですけど、実はこれ別に 50% 外れても問題なくて。で、まあそもそもね、これ封印弾けなかったらどうするんだっていうのはあるんですけど、まあ、正直、指が2秒減るっていうのはかなりのデメリットではあるんですよ。指バッチ本来はつけたいんでね。まあ、そこがデメリットではあるんですけど、言っても、ミッキーありますし、さらに言えばミリオンもあります。ミッキー装備とミリオンがあるんで、最悪別に耐久できるんですよね。なので3階層も怖くないと。で、2階層に関しては別にあれ、もともとね、パズル教室の階層なんで、弾けなかった場合は全力でパズル教室を頑張ってもらうと。で、今回ちょっとこんな感じでね、落ち込ん事故が来てて、ね、まあ逆にこれ面白いですよね、こんなに降ってくるの。全然いいです。で、これちょっと仮定としてね、ここで封印食らったと仮定しましょう。ファスカ使ってないけどね。ちょっと封印食らってくんねえかな、普通に。全然振らっちゃっていいんですけど。あ、弾いちゃいましたね。まあいいでしょ。これ一回ね、仮定としてね、やってみますね。オールマイトも溜まってないんで。例えばこういう場合ですね。はい。普通に、パズル教室をやってあげればいいだけということなんですよ。だから全然どうにでもなるんですよね。
ただパズル教室やるだけだから。で、ここも、はい、コンボ禁止って言われてますけども、ね、コンボ禁止なら、コンボしなきゃいいだけですよね。で、3階層も、なんか言ってますけど、はい。全部消せばいいって言われたんで、消せばいいだけなんですよ。でも、ただ、ここに関しては、封印耐性バッジの場合、7.5 秒とかなんで、かなり指は短め。だからね、普通に盤面ちゃんと色数えてあげてやる必要があるかな。さすがに、パッてやって、パッて組める人は結構少ないと思う。本当にパズル上手い人だけだと思うな。で、今回で言うと、木ドロップが15個で、水ドロップが12個。で、火ドロップが17、ん ?15 個かな、わかんないけど。あれ?ちょっとなんか違うくね?合ってるわ。っていう場合はもう普通にね、組んであげるだけなんで、じゃ組んでいきましょう。こんな感じで、まあギリギリだったけど、言うて 7.5 秒で組んであげれば、まあ突破できると。はい。で、まあ大抵の場合ここでミリオ溜まってるんですけどね。1階層ミスってなければ。もし万が一溜まってないとしても、ミッキーがあるんですよね。なので、はい、ここでミッキー打ってあげて、これで1段耐久と。で、こうしてあげれば問題なく次の攻撃耐えれるので、耐久していけますって感じでね。まあいくらでも対策はできます。なので普通に冗談抜きで、結構、選択肢の一つとしてはありかな。で特に、ルシファー階層の突破率が 50% を切ってる人。俺が声かけたいのは。ルシファーがね、だいたい 50% も突破できないです。もう、てか、もはや突破できないです。クリアできないですって人に関しては、この選択肢を取ってもらえれば、50% の確率でね、ルシファー階層を普通にスキップできるんですよね。で、まあ、必要なのは、ルシファーを倒す20億を削れる火力だけなんで、まあ、最悪多分、オールマイトのエンハンスだけでも抜けると思います。光ドロップがいっぱいあればね。ましてや光の無効貫通なんてあれば絶対抜けると思うんで、まあ、選択肢としてはかなり広がると思います。なのでパズル苦手な方はですね、これ結構冗談っぽく言ってますけど、普通に選択肢の1個としては本当にありなんでね、まあ、封印耐性バッジを必ずつけていただいてやってもらえればなと思います。で、まあ、パズル上手い人はこれクソ動画なんで、もう全然普通に無視してください。指バッジつけて 9.5 秒のパズルをするか、 50% でパズルをスキップするかっていう感じですね。はい。あ、ということで今回はね、これもなんか、半分ちょっと茶番感、ちょっと否めないけど。まあ、意外と真面目な裏技紹介動画でした。まあ、裏しらを今ね、絶賛攻略中の方はね、選択肢の一つとして覚えておいてもらえればなと思います。はい、まあそんな感じでね、今日は裏しらの裏技、ルシファーをボコボコにする方法の解説でした。で、まあ一応ね、ついでに裏しら攻略していきます。まあパーティーほとんど昨日と変わってない時点でね、性能はめちゃめちゃ高いパーティーなんで、まあ、ネタパーティーっぽい感じで見えてるかもしれませんが、普通にガチガチの攻略パーティーになってます。まあミリオとかね、ネラルシンとかっていうサブが本当に優秀なんでね、そういう優秀サブのおかげで比較的もうパーティーも組みやすいし楽に攻略できるって感じかな。はい。でもここは光の全体攻撃を入れてあげて、 OK、 片方残ったけどもう一発殴っていきましょう。ここ攻撃力めっちゃ高くなってるんで必ず倒していきましょう。倒さないとやばい。うん、まあ言うて余裕っすね。はい、こんな感じで4色消ししながら適当コンボしてあげて奇跡の奇跡を倒していきます。でも地味に怖いのが22階層と20階層なんだよな。スキルが溜まっちゃっててスキル打てないみたいなことが一番怖いけど、おシンファ先輩はもう普通に抜くだけなんで普通にぶっ倒していきましょう。ここは特に怖い要素はないかな。あ、まあパズルミスぐらいかな怖いのは。意外と指短いんでね。 OK、 こんな感じかな。はい、無効貫通含みながらの急コンボ、まあ普通に削っていきましょう。光属性なんでね、軽く倒せます。でボスバトル、ここからはまあトールとか使いながらいい感じにやっていくんですが、ちょっとヌラリシン溜まっちゃってるんで打っちゃおうかな。あ、打てないんだ。打てないのか。なら一発ちょっともう一個食らいましょう。でこれあんま知られてないんですけど、メノアって実は遅延が通るんですよ、このキメノアってね。そう、最初の茶番のキャラがまさかのここに来て帰ってくるっていう、なんか漫画のストーリーみたいな展開なんですよこれ。そう、この日のシェリングフォードね、キメノアだけにはぶっ刺さるんですよ。でキメノアって地味に発狂が怖いキャラで、ちょっと削るときねドキッとするキャラではあるんで、キメノアを打ってあげれば確実に耐久もできるという感じになっています。メリットしかないんだよね。なのでここでトール打ってあげて削っていきましょう。でこれで例えば根性まで削り切ったとしても何の問題もないと。
あんままだ根性まで削りたくはないけど、でも火力的に削っちゃうんだよね、めっちゃ強いから。はい、8コンボ。でもこれで全然普通にね、根性までいくんじゃないか。あ、ギリいかない。え、あ、姫の打ってなかった。姫野を撃ちます。姫野じゃない、あの火のシェリングを打てば、はい、こんな感じで遅延が通ると。ちょっと今自分がバカすぎて今恐怖を覚えたんだけど、ちょっと待って、冷静にまず一回盤面整理して、よいしょ、トールのエンハンスなくても倒せるんで、ちょっと落ち着こう一回。今8コンボでよかったね。今本当に自分がバカすぎてちょっと怖いわ。オッケーオッケーオッケー。で、適当にスキル試しながらね、光無効感で倒していきましょう。ちょっと光ドロップ盤面に呼ぼうか、さすがに。でこれちょうどしかも敵闇なんでね、まあ、ほぼ確で抜けると思います。あと1ターン耐久して、これで超クライミも外してからやっていきましょう。いきます。6個9個、であとは普通に全6コンボ組んでいって倒していきましょう。 OK、 これでミリ残しすることは絶対にないんで、絶対に倒せます。まあ、2倍エンハンスみたいなもんですからね、相手が闇って視点で。なおかつこの火力 OK、 乾燥ダメージでまずは姫の青突破。そして光か、盤面ロックがちょっとうざいぐらいかな。でダブルエンハンスでゴリゴリ削っていきましょう。アスカ溜まってるけど、まあこいつは大丈夫、もういつものことだしね。じゃあとりあえずミリオだけ打ってあげて、ミラリシン打ちます。でダブル打ってあげてエンハンスで3ターンで倒していきましょう。まず一発目いきますね。ちょっと怖いですけど、いきます。できるだけ軽く出しながら、なおかつ無効貫通ですね。でさらにこれ落としで10コンボ入るんで OK、 ハスカも火力が出せると。まずはこれで一発目。いや強っ、一発でこれか。そう、盤面ロック来るんですけど、光あるでしょ、さすがに。1、2、3、4、5、6、7、あ、見えてるだけで10個ありますね。ハスカ打てないのが怖いんで、ちょっとあれですけど、まあ普通にここもね、無効貫通と、10コンボ目指して組んでいこうと思います。ということで行きましょう。どっちで組もうかな、これ。上、右上で組もうかな、右上で組んじゃいます。行きます。こんな感じですかね。はい、これで無効貫通含む9コンボ、10コンボ。 OK、 11コンボ。さあこれでもう一回削っていこう。ワンチャン倒せんじゃね。うわ、スーパンじゃん、強っまあこんな感じでね、あの普通に勝てます。まあちょっと完全に今裏作業しながらやってたんですけど、すっげえ軽いノリで勝てるんで、マジおすすめです。まあ裏技がメインなんで、編成を参考にするかどうかは任せますが、まあ、一応普通に攻略も余裕でできるんでね。まあ、もし使いたい人はぜひ使ってみてください。ということで今回は裏シュラオのね、サクッと攻略するためのルシファー階層の裏技紹介でした。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。